この朝日の祭り最初の舞台の団体でございますが、袋のお囃子保存会の皆さんでございます。この会でございますけれども、お囃子は今から約200年前に、頭川地区、現在の香取市になりますけれども、そこからお囃子の教えを受けまして、頭流として今日まで受け継がれているそうでございます。そして近隣の会にもね、このお囃子を伝授されているようです。特についこの間の8月のですね、七夕祭りでも大きな神輿、約1トンあるそうでございますけれども、その神輿とともにね、活躍されておりました。また、市内のさまざまなイベントにも出演されております。例えば皆さんもご存知かもしれませんけれども、袋公園でやる桜祭りですね、ごめんなさい、桜祭り、これなども演奏されております。また過去には慰問の方も やられてそうでございます。それではお願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、今日初めて見に来られた方、そうでない方も本日は一緒に楽しんでいきましょう。はい、それで私たちお囃子会なんですけども、今年ありがたいことに新人さんが7人入っていただきました。ありがたいですね。まだまだね、募集してますので、興味がある方は練習等見学しに来てください。さて、ここ数年コロナやウクライナ問題と世界ではきな臭いことばかりです。どこの国どこの地区でも願いは一緒だと思います。私たちも五穀豊穣無病息災を願って奉納演奏させていただきます。袋には獅子舞と下座踊りがあります。最後の早バカという曲は罰数が多いのが特徴です。そしていろいろな地区でも演奏していると思います。私たちなりの踏ん張りの早バカなので、こちらの方もご覧ください。そして先ほどご紹介いただきましたように、袋のみこし1トンあるんです。そしてその盛大さを本日少しでも表現できたらと、手作りのみこし持ってまいりました。はい、では4年ぶりの1曲目はやはり祇園囃子からまいりましょう。お願いします。Thank you.
ありがとうございます。すいません、息切れちゃった。今の踊りの2曲目はやみくしっていうか曲で、知ってる方は多かったかと思います。結構ね、ノリがいい曲なんでね、私も大好きな曲で、この曲が私、十数年前に一番最初に覚えた曲なんでね、結構思い出です。さて、次の曲なんですけど、獅子舞となります。こちらの獅子は皆さんが迎えの際に最後にお見送りとして出させていただきます。その際はどうぞ怖がらずに頭なり手なり甘噛みしてもらってください。縁起物なんでね、いいことあるかもしれません。そろそろ準備大丈夫ですか？はい、それでは獅子舞お願いします。Thank you.
Thank you.